山の上皮山の上皮宅本山の上皮は、群馬県高崎市三名町にある古比。国の特別史跡に指定されている。金井沢碑、多合碑と共に、上野三碑と総称される。本校では、山の上皮に隣接する山の上古墳についても、記載する。新遺祭は、天武天皇十年憲碑と考えられており、上野三碑の中では最古である。 高さ1 2 0トル、幅5 0トル、厚さ5 0トルの奇跡安山岩に4両53文字が、ヤゲンりで刻まれている。書体は、古い霊書体の特徴が見られる。山の上皮は母子であり、隣接する山の上古墳の母子であると考えられている。その内容から、宝光寺の僧侶、長戸氏が、 母の黒い里地のために墓を建てたことが分かり、母子としても日本最古の例である。方向寺は佐野の地にあると考えられてきたが、最近の発掘調査により、前橋市の山王廃寺跡にあった寺院の可能性が高くなった。刻まれている文のほとんどが長年母子の系譜を述べており、古敬譜の資料としても貴重である。また、山の上皮に刻まれている佐野山屋は、 金井沢碑の山野であると考えられてきたが、周辺の発掘調査により、資料上知られていない、三宅の存在が確実視されてきたため、佐野山野と山野は同一でないという可能性も出てきた。1921年3月3日に山城碑及び古墳の名称で、国の史跡に指定され、1954年には国の特別史跡に指定されている。 山の上皮の碑文は、以下の通り。かのとみとししゅう、日期さの3、家さだし、剣守る命、孫黒売りとじこの進化は巨字各忠渡る足、二孫大地新主政治長理想母はためき、定分なり方向辞奏かのとみとししゅう、月日に記す。佐の三やう定めたまいる、剣守る命の孫の黒売りとじ、これ進化は新のこの各忠渡る足にの孫の、王子心に、 主義で埋めるこの長戸志蔵が母のために記し定める文や。方向寺層。かのとみ年十一例三日に記す。佐野宮家をお定めになった剣守る命の子孫の黒売りとじ。これが新川神のこの角立った渡る足にの子孫である。大御神に嫁いで生まれた子である。長戸志蔵が母のために記し定めた文である。方向寺の層。 山の上古墳は山の上皮の東側にある直径15メートルほどの典型的な山寄せの円墳。葉には吹き石は確認されておらず、古墳としては終末期古墳に属するものとみられる。主体部は両海岸の霧石積み横穴式石室で南に開口している。全長7.24メートル、現室長2.68メートル、 1> 幅1.75メートル、高さ1.66メートル。前日の通り、山の上碑は本古墳の星と考えられるが、石室の形態などから、古墳の築造時期は、石碑の建てられた681年より数十年、古い年代が想定されている。そのため現在では、山の上古墳は黒売り土市の父の墓として作られ、その後、黒売り土市が追想されたものと考えられている。 また、本古墳の西約200メートルの斜面には、同規模、同年代の山の上西古墳が確認されている。埋葬施設は南南東に開港する霧石を用いた横穴式石室だが、崩壊し、埋没している。ありがとうございます。